強烈な突き押しの千斗龍と、それからしぶとい技巧派の安美錦が登場してきました。千斗龍が2勝6敗、安美錦が5勝3敗です。西の2枚目の位置で安美錦が5勝3敗、好調です。東方千斗龍、東十両2枚目アメリカ千斗龍市出身友綱部屋、西方安美錦、西十両2枚目青森県西津軽郡深浦町出身安治川部屋、呼び出しは次郎。阿弥錦は昨日は突き押し相撲の大怒りと対戦して寄り倒して勝っています。なかなかうまい、そしてしぶといところを見せました。その一番を VTR でご覧いただきましょう。まず大怒りが立ち合いは突っ張りで先手を取りますが、安美錦が潜ります。師匠の安治川親方はとにかく体重があまりないので、立ち合いはどうしても相手に押し込まれることが多い、その分その後の動きでとにかくスピードでかき回す、これしかないんだという話をしていらっしゃいました。しかしそのスピードということで言えば相当切れ味すごいですね。そうですね、やっぱなんといっても魅力は足腰の良さですよね。なんていうんですか、回し取った時のその思い切りのいい投げとかですね、はい、とにかく思い切りがいいですよね。魅力的な人ですよね。そうですね。そしてその例えば相手の差し手を殺すとか、そういった細かい動きにも、そうですね、部分部分のやっぱ細かい技術を持ってますよね。そうですね。さあ今日は、昨日の大怒りとは少しタイプも似ています。この突き押し相撲の強烈な突っ張りの千斗龍ですが、どんなことを安美錦としては心がけなくてはいけませんか。やっぱり爆発的な出足が千斗龍には時にありますよね。それが一番怖いでしょうね。千斗龍の方は初日は非常にいい相撲で大怒りを突き出しに破りましたが、その後5連敗がありました。中盤なんとか立て直していきたいところです。先場所は千斗龍が突き立てて押し出して勝っています。変わった安美錦、千斗龍を突っ張る、突き出し千斗龍の勝ち。はぐられましたが、しかしその後ひるむことなく闘志ある突っ張りを繰り出しました。いい内容じゃないですか。ただ今の決まり手は突き出し、間を与えないですよね。もう厳しい攻めで、もう一番の安美錦にとっては弱点ですよね。ここまでは安美錦うまく取りました。うまく取ったんですけどね、ここからですよね。もう休まず攻め続けるのが一番、やっぱこういう小兵は嫌でしょうね。スピード、それが新庄の安美錦に対して、千斗龍の方がさらにまた突き押しのスピード、そうですね。今日は本当に千斗龍のスピードの方が光りましたよね。千斗龍が3勝6敗、安美錦が5勝4敗です。